はい、こんにちは、ブルーホースです。もうなんか気づけばもう2月も終わりだね。いやー、早いよね。なんか年を取るとなんかその年月が早くなるみたいな。ああ、その前にチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押すの忘れないでくださいね。そして動画も最後までご視聴いただけたら嬉しいです。今使っている武器を駆使して、ありとあらゆる敵をガナードをはじめ敵を駆逐していくという、まあ、超気持ちのいい動画になっていると思いますので、ぜひお願いします。そうそう。まあ、30を過ぎると、なんか1年の流れが早くなるみたいなことを言ってる人とかいるんですけど、まあ、ツイッターとかでね、見たりしたんだけど、まあ、でも僕自身が、それ30歳だからより思うというだけであって、多分ね、30になっても40になっても50になっても、同じこと言ってると思うんですよね。で、まあ、なんかこれ、ある種考え方があって、まあ、ご存知の方もいるかもしれないけど、とりあえずいらないと売りまくっていきます。うん、1歳の時の1年って、その人生全体で考えた時に1分の1になるんですか。それが全てみたいなね。まあまあその1歳の時にその1年早かったな、長かったなとかっていう考えがまず頭に浮かぶことはないと思うんですけど、で、30歳になると、それが30分の1になるわけね、1年っていうのが。まあ同じその時の流れ方はしてるけど、人生全体で考えた時に、そのいろんな出来事が総合的にある中で、その30歳目の1年間っていうことを考えたときに、やっぱりすごい短く感じるわけです。それがじゃあ50年とか80年となっていくときに、50分の1歳とか30分の1歳とかって、当然めっちゃこっち見てただけに気づいてないの？これ大丈夫？ガバガバだな。っていうのがあるから、そりゃね、1年はどんどん年を取れば取るほど短くなっていきますわなっていう、そういう考え方。ということでね、まあ、気づけばもう2023年もね、6分の1が過ぎたと。なんでこれ、アシュリー超無敵じゃん、強よ。ねえ。だからまあ、いろいろと顔を考えててね、まあ、まだちょっと達成することができてないんですけど、まあ、YouTube に関しては、そろそろ今年ね、1000人登録者を行きたいというところで、まあ、ずっとね、800人台をね、ぐん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 やってるから、まあ、そろそろもうちょっとプラス200人くらいをして、全然超えたいなと思ってね。だから、ツイッター界隈なんかでも、その YouTube とかやってる人が、苦節半年とかさ、苦節2年でようやく収益化とかって言ってるけど、もう僕これ、3年半経ってるからね、4年目に入ってるからね、まあ一つの動画を上げてからってなると、もう完全に4年以上経ってて、で、まあ、ちょっとその、本格的にやり始めたのが、今年っていうか3年前の9月くらいだったかな、になってくるんで、だからそろそろね、まあ、急遽路線変更してっていうのもあって、で、結局今年の初めに、その、バイオのゲーム実況のやつと、それだけじゃなくて、なんだっけ、まあ、コーチングとか、そっちに関わるようなやつも本格的に上げていきたいみたいな話をやってたんですけど、ちょっとね、まあ、環境的にまだその収録できるような状態じゃなくて、こっちやってたら、もう一個の方がもう正直間に合わないっていうのがぶっちゃけたところになってくるんで、そこ考えるとも仕方ないということで、まあ、ちょっとネタ集めとその下準備だけはしておいて、まだ撮影するには至ってないっていうところですね。っていうのも、今回のそのもう一個のコーチングの方に関しては、もうガチでやりたいと思ってるんで、ただ単に、自分が好き勝手喋ってみたいなことだけじゃなくって、好き勝手喋った後のその編集とかってことに力を入れたいから、その編集ができる環境まで整っているかどうかっていうと、まあ、ちょっと今微妙危ういっていうところになってるんで、そう。だから、ほぼほぼこのバイオに関しては無編集っぽく見えてるけど、その、まあ、そのテロップ入れたりとかね、なんか繰り返しとかなんかなんだろうとかっていうのはそういうのないから、なんかあんまりそのまま出してんじゃねえかって思われるかもしれないけど、これね、音声の質とか、そのゲーム音のボリュームとか合わせたりとか、毎回これやってるんですよ。とか、それからゲームの画質をそのまま上げると、すごい荒いっていうのと、あとね、暗いんですよ。これまだバイオ4って比較的その昼間のゲームの瞬間とかがあるから、なんて言ったらいいんだろう。まだそこまで暗い感じに見えないかもしれないんですけど、実は意外とそのバイオ RE2 とか RE3 みたいな、ああいう暗いところで、がメインでやるようなゲームに関しては、すごいね、そのまま上げたら、もう何が起こってるかっていうのはすごい見にくいんですよ。だから、初めて僕がバイオ実況上げたのは確かバイオ RE3 だったと思うんですけど、RE3 をまた見直してもらえたら、その、
初期にやった RE3 と、まあ、なんか繰り返し、なんか、人生相談に乗りながらバイオやるシリーズとか、その他にも、なんだっけ、あと、普通にそのバイオ RE4 の記念、あれ ?3 人増殖した。そう。バイオ RE3、じゃあ、RE4 発売記念のためにやった、バイオ、バイオ RE3 と見比べてもらったら、画質が全然違うと思うんで、だからそういうところの編集の手間を加えるようになったっていうのは一つ、まあ数年やっててちょっとした進歩になってくるのかなっていうのね、まあ、それでも、まあ、もっともっとね、初期にやってたテロップ入れとかそういうところまで手を加えてたら今もしっかりけど、まあ、こんなね雑談するくらいだから、雑談をすればするほどなんかそういう逆にテロップっていうのが面白くなるかもしれないけど、あれ後ろのやつ全然黒くない。終わり。Yes, get you。さて、その前に、違う。アイテム取りに行こうって言ったけど、こっち先開けちゃえばいいじゃん。順番、非効率。戻ります。上がります。曲がります。拾います。チュイン、チュイン。スピネル。スピネルっていう宝石がここでしか見たことがないんだけど、他にもてか普通に存在するのかな。サファイアとかダイヤモンドとかさ、エメラルドとかルビーとかだとかさ、結構普通にあったりとかするけどね。さあ、ザッツセクハラタイム。リオン。さあ、本当スタイルいいよね。ルイス。I've got something for you guys。バイオ1から4、5か。Oh, あ、まあ、でも6までかな。6くらいまではさ。巨乳路線だったじゃないですか。もう初代巨乳はもうジル・バレンタインだし、まあ、ゼロのね、レベッカはちょっと、まあ、あれは浜崎あゆみに似せてるから、浜崎あゆみ自身がね、そんなに、おっぱい大きくないっていうのもあるからね、それは仕方ないけど、2だったらクレアの巨乳パイプでしょ。で、それから3またジルで巨乳でしょ。で、4このアシュリー巨乳でしょ。で、5、だから、細身の巨乳で言ったら、まあ、ダントツトップはエヴァじゃねえや、シェバ。エヴァって、ゲリオンかよ。そう、シェバでしょ。で、6は、ね、まあ、シェリーに関したら巨乳、まあ、巨乳ではないか。巨乳どうなんだろうな。まあ、あれに関しては、ヘレナがいるから巨乳でしょ。っていうね、そこまでのナンバリングタイトルに関しては巨乳側も勢揃いだったんだけど、セブンからね、急にね、そんなに可愛くない上にお胸もないっていう、ちょっと残念なヒロインが増えてきたんですよね。ゾイ、ショートカットはすごい好きなんだけど、すごい。で、発表できるかっていう微妙なところだし。で、ましてやね、主人公の奥さんで、ね、まあ、8で、ビレッジですっごい美人になったけど、セブンの時点ではね、セブンに関してヒロイン出てこないしね、残念ながら。ヒロインらしいヒロイン出てこないもんね。まあ、ちょっと、まあ、爆乳は出てくるけど、でももうね、40何歳のおばさんでしょ、まあ、実年齢はもっと上だけどさ。お、落とせよ、刺さってんじゃん。全然落とす気配がない。あの刺さってんのに。そろそろ。あ、これ距離によって変わるのかな、それと当たった回数が違ったもしかして。ちょっとよくわかんないけど。開けます。あ、なんかちょっと拾います。うん。ね。まあ、リベレーションズに関してはね、ジェシカちゃんも巨乳でした。まあ、何よりも誰だったっけ、あ、名前が出てこなかった。ゾンビになっちゃったやつ。思い出したらいいわ。うん、まあ、あいつも巨乳だしね。そうか。そしたらリベレーションズも割と巨乳か。でも、リベツの、ああ、もう、いやん、セクハラです。寝ろ。こいつ、ちょっと、料理するわ。開けます。来ないね、全然。ねえ、で、バリーの娘のモイラに関してはね、もう、あれは、もう、AAA カップみたいな感じだったもんね。せっかくの忍者コスしてても、全然、あれだもんね。もう、あれ、それ、当てる意味あるくらいの面積しかないの。体積っていうか、体積、面積。まあ、そういうのが、まあ、好きな人がいるんだろうし、
ねえし、全然もういいや、多分見失ったのかもしんないね。オープン。よし、じゃあお城入ろうか。お邪魔しまーすっていう感じかな。あとはなん、どんな作品があったっけ。あのね、アウトブレイク系とか、あとは一応オペレーションラクーシティはやったけど、あれで発想するけど相当のド M くらいなんじゃないかな。こいつ8代目投手だけど8代目で終わったりと、8代目ってことはどうなんだろう、一つの代何年くらい続くんだろうな。でもこの7代目投手はもうすでにお亡くなりになっているっていう考え方でいいですよね、多分ね。No thanks, どうなんだろう、こいつの、血筋がどうなるのか我々にとっては何ら興味も関心もないわって思うけど。そんな感じですね。じゃあ一体なるのは絶対に、いや、get that right。だって、we'll find a cure。 そうだね、アシュリーも二十歳だよね、確かね。うわ、残酷。同じ20歳であんな差が出てくるって残酷としか言いようがない、本当に。じゃあとりあえず、なんかよくわかんない爪いっぱいやってて、あれなんか凶暴性を抑えるためにわざと目閉じてるとかだったの？え？なんか目に見えてしまうと本当に恐ろしいことになるから目閉じてるとか、なんかそんなのかな？ならどうですかね？女性って。で、だったと思うんですけどね。忘れちゃった。まあそれはいいや。こいつもでもあれなのかな？背中の寄生虫、背中、だから、お胸を飛び越えて一発ジョンってやったらもうすぐ死ぬ系なのかな。拾うね、ほんと乳首丸出しおやし、あーそうなるんだ。お疲れ様でございました。はいね、あれ俺今拾ってたら使ったよね、普通にね。まあ掴まれた分はね、あれだね。よし、メタル。オッケー、じゃあ行こうか。あ、ちょっと待って、燃えてんじゃん、すでに。後ろ来てるし。お疲れ。そうか、ダイナマイトとかがいたら、そういえばな、ダイナマイト投げさせない、投げさせたわ、普通に投げさせたわ今。重なってんだ。でね、何よりもね、この武器を使ってて気持ちいいなって思うのが、今から行くところなんですよね。超敵待ち構えてんじゃん。それが、本当に一瞬で、怖い。心地も気持ちいい。だこれあれなんだよね、本編をさ、ガチでプレイする時があって、なんだかんだ苦労する場所ってここだなっていう人は、俺以外にもいるんじゃないかなって思うけどね。なんか未だにどれだけの敵が出てくるかっていうのがわかんないのと、意外とうざい盾持ちと、あとなんか3箇所から攻めてこられるっていうのが、割とこうこう抑えておくかっていうのは結構難しかったりするんですよね。ちなみに皆さんバイオ4をやってて、なんか自分はここが苦手でしたとかさ、自分はここが得意ですみたいなところって どのステージですかね。ぜひ、それもコメント欄とかで教えてもらえたら嬉しいなと思いますけど、僕はもうここが圧倒的に苦手かなと思うけどね。まあ、実際ここでプロフェッショナルとかで今回死んでないから、今回というかまあ全パートっていうのかな、うん、では死んでないからあれだけど、うん、でもなんか一番緊張するのはここだな、やってて。全然向かってくる気配がなかった。で、あ、そうそう。で、ね、年始に、小島店員さんが、なんか、バイオハザードを、全作品時系列に沿ってプレイしていくって、なんか、百何十時間を、こう、ぶっ通してプレイすると、もちろんその間休憩とか入れたりするけど、っていうのをやってて初めて知ったんだけど、ここの部屋の、なんか、天井に穴が開いてるのって、何か出てくるんじゃないかって思って、でも、何にも出てこないよなと思って、今までこう、気づいてなかったんですけど、どうやらあそこからやっぱり落ちてきてるっぽかったんですね。
ちゃぶらぶらぶら。あ、もう足を離脱したかったね。無理無理ぽー、いけるぽー。あそこから降りてきてる。だからあそこの部屋に待機してて、こう敵が入ってくるのをずっと待ち続けてるっていうシーンがこれまでにいたのでやってたんですけど、あそこから降りてくるっぽかったですね。だからなんでこんな敵大量発生してくるんだろうな、不思議だなと思ってたけど、どうやら それが原因だったっていうね。それはもう正直知らなかったんで、ちょっと新しいことで、さすが小島さん、ちゃんと丁寧にプレイしてるとこういうのをちゃんと見せてくれるんだなって思って、なんかちょっと恥ずかしい限りでしたからね。次々、これ食べ直しやん。ふいん、あ、ちょっとお前この野郎、後ろに待機して、あ、ちょっと当たる。遮蔽物があるとダメだね、一瞬で使えなくなるね。じゃあ登っていく、まあ、もう終わりだからね。ちょっと待って、ちょっと待って、敵はもうこれじゃ出てこないよ、大丈夫、ね、よし。じゃあとりあえずアシュリーがくる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 回してくれる。おいおい、今構えとんねんこっち。まあいいや、先にこいつを上げとこう。普通にさ、下からさ覗いた時にさ、キャーパンツ見ないでよ、何してんのよって怒ってくるくせにさ、こういう時は普通に肩車乗せてさ、しかもほらほら丸見えなんだよね。うん、よくわかんない低層観念だよな。ということで、ちょっと OK、 そろそろ敵も出てくるかね。来た、おーい、ちょっと、おー、拾ってなかったよし、戻ろうじゃね、拾ってないアイテムを拾いに行きます。ドン、オッケー。あ、もう一個上げてくれた、あざす。ダイナミックエントリー。いやー、額当ての調子が悪くて、その悪人面どうやら敵だと思ってしまいました。お前謝る気あるんかの。似てねー。1月の頭くらいに僕ゼブラックっていう電子漫画のアプリを読んでたんですけど、まあそこがそのナルトが1巻から20何巻7巻くらいまでと、28巻から54巻と、まあ、55巻から無料で読めますみたいなのがあったから、それでちょっとまとめて読んで、久々にナルト見たけど、まあ、ナルトも面白いよね、いろいろ。なんか後付けの設定超多いなとかって思ったりもするけど、やっぱりなんだかんだ言ってイタチが一番好きだなって思う。イタチのあの過去も壮絶だし、やっぱ弟を思う心っていうのがね、まあ、僕その、まあ、弟と仲がいいかどうかっていうと、昔は仲良かったんですけどね、学生の頃とかね、まあ、社会人になってからもお互いに会う機会が少なくなっちゃったっていうのもあるんだけど、まあ、なんか弟すごいね、僕のことをバカにしてるんだろうなっていう感じが、その弟2人いて、上の方の弟、上の弟っていう人だったんだ、まあ上の弟っていう感じ。おお、ちょっといた、普通に、あぶれ、あ、ちょ寝てろ、いたのか、全然気づいてない。おやすみ。なんかすごい斜め上までチュンっていったから。まあ弟ね、すごいね、僕よりもいい大学出てるし、まあ、何よりも誰が聞いても名前知ってるような超大企業に勤めてるっていうのもあるから、まあそれと比べるとね、僕なんかみたいな、こうよくわかんない会社、まあ今はその業界ではもうナンバーワンの会社に勤めてるからね、誰が見ても誰が聞いても、あ、そんな会社すげえなって言ってくれるような会社に多分今は勤めてる。初めて大企業に今勤めてるんでね、うん、大企業ならではのなんかいろいろあるけどね、まあ、中小企業でブイブイ言わせるみたいなことはさすがにできないけど、まあそんなこんなで、うん、まあでもやっぱり兄貴から見て弟ってこう賢いとかすごいとかっていうか、やっぱりこうなんか親とは違うその心配する心っていうのがあったりするんでね、うん、まあそういうのはいつまでたっても拭えないかなっていう気はするけどね。まあだからいざ困った時には、まあ、両親が死んでしまった後も血のつながる存在というか、まあそれは娘とかですね、はい、っていうような話をしつつ、チャプター3の1クリアすることにしてきたんでね、この辺りで終了させていただきたいというふうに思います。今日も雑談付き合っていただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、ラジオ感覚でバイオ法この先も見ていきたいよという方は、次にチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して、また明日もお楽しみください。ということで本日お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。